い、この時間は風を体に感じませんが、やはり日が落ちると随分と空気は冷たく感じます。気温は 3.5 度です。明日はどうでしょうか。はい、明日はさらに気温上がりまして、はい、4月の上旬並みなんていうところも出てきそうですね。少しずつ雪解けも進んでいるところですが、積雪の変化を見ていきたいと思います。月火水の積雪の変化です。おととい、昨日、今日と見ていきますと、今日午後6時現在、札幌では45センチ、留萌は81センチとなっています。ただ平年と比べると札幌ではまだ 1.4 倍くらい、そして留萌では平年の3倍くらい残っている状況ですね。さあ、この積雪、雪解けなんですが、今後どうなっていくんでしょうか。明日の天気のポイント見ていきましょう。空ナビはこちらです。明日も午前中を中心に広い範囲で晴れそうです。そして気温も上がっていきそうですね。ただ明後日天気が崩れますので、外での用事は明日のうちがいいと思います。札幌の天気と気温の変化見ていきます。札幌、今日日中の最高気温は 5.6 度で平年並み、天気は晴れでした。明日以降はこんな感じになっていきそうです。明日が9度、そして明後日金曜日が11度で4月の中旬並み、そして土曜日10度、日曜日8度と なりまして、はい、ただこれ金土が雨なんですよね、うん、ですからこの辺りで一気に雪解けが加速していきそうです。ただこの金土は黄砂が飛来する予想になっていますので、はい、呼吸器系の疾患のある方は念のため対策をしておくといいと思います。ではその他の地域の気温も見ていきます。明日日中の最高気温、今日よりも3度前後高く、平年並みから4月上旬並みのところが多くなりそうです。プラス5度以上になるところがほとんどで、江差市は10度、うん、そして札幌や函館などでは9度の予想です。明日朝の最低気温、稚内ではプラスの2度、南西部は氷点下3度前後のところが多くなるでしょう。内陸では氷点下2桁の冷え込みというところもありそうです。気温差にもお気をつけください。では時間ごとにお天気を見ていきます。まずは札幌県です。明日の札幌県、午前を中心に晴れそうです。お昼前からは雲が広がってきて、次第に風も強まってくるでしょう。砂ぼこりが舞いやすくなりそうです。その他の南西部の地域でもやはり午前中は日差し感じられそうですか。はい、午前を中心に晴れマークということになりますね、はい、その後お昼前からは次第に雲に覆われてきそうです。午後少し風も強まってきますので、うん、花粉にも注意をするようにしてください。続いて北部です。午前中は広い範囲で日差しが届きそうなんですが、お昼頃からは曇り空になるでしょう。富良野など内陸部では氷点下2桁の冷え込みになりますので、時間帯に合った服装選びをするようにしてください。富良野は朝の最低気温が氷点下の10度、そして日中は9度ということで19度の差になってきますね。明後日は雨で雪解け進んできますから、雪割りや通り割りをしておくと良さそうです。続いて東部の予報を見ていきます。東部では晴れる時間がもう少し長くなる見込みで、雲が広がってくるのは夕方頃からになりそうです。北見や中標津では朝と日中との気温差、やはり20度近くになりますので、体調管理に気をつけるようにしてください。明後日は道東で暴風の恐れもありますので、外での用事は明日のうちに済ませておくと良さそうです。さあ、ここ最近は晴れの日も続いて、気温も明日は上がりますけれども、はい、春めいてきました、うん、こちらご覧ください。桜の開花予想、今日発表された最新のものです。まず札幌から見ていきますと、先週と同じ予想ですね、4月の24日、平年と比べると1週間早めの予想になっています。そして全道的に見てみても、平年と比べると3日から1週間早めの予想になっているんですよね、はい、そしてもしこの予想通りに桜が咲きますと、その後3日から5日くらいで満開を迎えますので、ということは、はい、ちょうど大型連休の頃にまさに見頃を迎えるというところも多くなってくるかもしれませんね。お花見も楽しみですね。ではこの先の天気、週間予報を見ていきたいと思います。あさって金曜日、低気圧や前線の影響で広く雨、風も強まりそうです。朝から雨で、降り方が強いのはお昼過ぎくらいまでになるでしょう。濡れると寒くなりますから、大きめな丈夫な傘が良さそうです。気温は10度前後になるので、一気に雪解けが進むでしょう。土曜日も雨が残りそうです。北部と東部です。こちらも金曜日には各地で雨と風が強まるでしょう。特に黄色い枠がついているところ、網走、帯広、釧路の周辺では暴風の恐れがあります。雨は太平洋側の地域を中心に多くなりそうで、横殴りになることもありますので、レインコートがいいかもしれません。雪解けが加速していきそうですが、山間部では雪崩、そして土砂災害、河川の増水、低い土地の浸水にも注意をしてください。
気温は来週火曜日頃まで平年並みか高めのところが多くなりそうです。さて明日は比較的穏やかな天気ですが、その先荒れた天気も予想されていますので早めに備えをしておいてください。